はい、皆さんこんにちは、オルキヌスです。本日もご来場いただきありがとうございます。マリオカートデラックスの実況をやっていきます。さあ、1レース目サンシャイン空港やっていきます。今ちょっとツイッター見てたんだけど、模擬がね出ようかなと思ってツイッターをちょっとちらっと見てたんだけど、もう急に集まって、しかもレース始まっちゃったから、じゃあ次にしようかなと。次の模擬どれぐらいになるかわかんないけど、次の模擬に参加しようかなと思います。さあ、レースの方はというと、キノコ4つっすか。おーっと、あー、コインが取れ、おーっと危ね。さあ、コインちょっとね集めていきたいところ。 OK、コインをください。オッケー、7枚。後ろ何？うわ、緑。あ、避けようと思ってキノコ使ったら逆にぶつかってしまった。さあ、ちょっと後ろとは、赤で緑さんか。前に出れねえな、これ。どうやって前に出るかな。あ、自分見、嘘でしょ。赤めちゃくちゃ早いやん。さあ、じゃあね、コイン取って。後ろ取って、これでなんか、キノさんスタートが出んじゃねえか。マジか。サンダー嘘でしょ？この順にサンダー来んの？どこで使ってこうかな。とりあえず、ここで、打って、他の人が打って、あ、やべ。気を取られた。打ってこないなら、じゃあ俺が打つか。ここだね。回避が一人だけで、全然ここで回避する分には全然いいから。さあ、これはやべ、これはもう OK。 俺かな、俺じゃねえな。あわ、緑か、怖え。ラインを合わすんだ。さあ OK、 投げたね。あー、でもこれまずいな。抜く、うわー、投げてくるか。抜けてなかったか。これまずいな。さあ、うおー、さあ、俺に赤は来てないと信じて、前になんとか8ゴール。まあ、うーん、サンダーの打つ位置は良かったと思うんだけど、ちょっとその後がねしくじりましたね。はい、じゃあ、2レース目やってきます。エレドです。ベビーが多いな。後ろヘイホーいるしな。軽量級が多い部屋っすね、この部屋。さあ、コイン、あれ、なんでドリフト今入ってなかったんだ。全然気づかなかった、ドリフト入ってないことに。さあ、まあ前行こうか。前何も空いてる。いけるか。あー、ダブル取れたな、今。やばい、おそら。だー、うわ、引っかかった。もう、こうなったら打開するしかないな。あー、ちょっと待って、今なんでターボ勝手に来てた。ドーンと打って、そのダブルで何行く。うーえー、いらねー。とりあえず9位か。この辺は11人部屋だっけ。んー、とりあえず前行こう。コイン5枚か。あー、FB に緑いる。緑さんかー。うわー、危ねえ。危ねえ。さあ、コイン。1枚も取るねー。譲ってくれてもいいやん、ちょっと。あー、1枚ありがとう。あれ、ちょっと待って。ドリフトが入ってね。今日機嫌悪いな、コントローラー。最近はまあまあ、機嫌良かったの、ね。さあ、あー、テレサか。まあ、全然いいんだろ。危ねー。ちょっと待って、押すな押すな。これ結局11まで落ちてんじゃん。いやー、逆半切ってる、まずい。危ね、いやー、
あんまり嬉しくねえな、この裏。とりあえず後ろ投げるか。あ、やべ、下がる。いや、マジか。やべえ、やっちまった。ダブルトルネットは思ってなかったぞ、そこ。さあさあ、緊急でなんとかかけて、なんとか注意ぐらいには戻りたいが、戻れそうにないな。ダメや。あー、なんもいいとこなかった。やっちまった。100から落ちてしまった。はい、じゃあ、3レース目かな。エキサイトバイクやってきます。あれ、1人部屋抜けたのか。なんか8になってるけど。まあ、とりあえずは、コイン回収をしながらですね、前上がっていきたいなと思います。OK、コイン取ったな。あー、バナさん怖えな、これ。さあ、後ろ何持ってんだ。OK、ダブル取れたのはでかい。あ、バナさんいいね。OK、OK。この順位でなら。おー、そして2位まで上がって折れたぞ。とりあえずコイン回収しつつ、バナさんで身を守りながら上がっていこうか。後ろは赤で、前は緑か。とりあえず食らわねえように。さあ、俺に赤は来るが、ちゃんとね、バナさんが仕事してくれたんで。危ねえ。うわーん、うー、なんか模擬やってたもんだけど、こういうなんかよくわからん飛脱するから、よくわからんっていうのはあれか、無駄に飛脱しちゃうから、そのせいでなんかすぐに順位落ちちゃうし、こうやってなんか蛇行運転やってるとね。あー、とりあえずいいや、これでいい。あー、まあいいんじゃねえか。これでじゃあキノコもらって上がりましょう。6枚か。駅場走るとな、いつもコインが足りなくなっちゃうから。ただあー、ちょっとパックンが怖えが、まあいいかな。コイン7枚だけど、もう3周目でそういうこと言ってられねえしな。とりあえず前潰そう、潰していかないと始まんねえ。さあ、ここラストアイテム取って、うわーん、ダメか、誰にも当たってねえか。あぶね。オッケー。オッケーじゃないけど。まあ、なんとか8位で塞いだか。あー、レートがどんどん溶けていく。やめてくれ、俺のレート。はい、じゃあ、4レース目、ねじまんやってきます。自分が選んだ子好きなんでね、頑張っていきたいと思います。あーはは、相手も取れなかった。右来たのは間違いじゃないと思うんだけど、あー、ちょっとコイン取れねえかな。あー、押し出された。押し出されるか。どうしようかな。とりあえずコインが欲しいんだが、くれるね、ありがとう。その前が右行ってくれたんで、そしてコインここで2枚回収しつつ、あー、なんか今の微妙だったかな。木野さんは保持してた方が良かった気がするが。あー、コインが取れん。さあ、赤持ってるが譲らねえか。ミスった。ちょっとアイテム取れなかったな、しくじったな。さあ、これでとりあえずは、まあ、前にいるんでいいんじゃないかな。さあ、バナナつけてちょっとインから抜けるもんなら抜いてみた。あー、やってしまった。こういうイランミスをねしてしまうためにどんどん順位が落ちてしまうんだが、あ、いいんじゃねえかこれ。さあ、コイン10枚あるし、これはいい感じと。さあ、これで
もう一個のキノコで、初等化していきましょう。キノコ、あぶねー。キノコいらねーとか、うわー、食らうってきやがった。キノコいらねーとか思ってたらね、テレさん来たから。よかったわ、サンキュー。ここは置いとこう。あ、食らってるね、誰か。さあ、前持ってんのなんだ、後ろは特にないか。時来た。さあ、食らわねえように気をつけて、後ろに投げて、さあ、2位になって。さあ、どうだ。いやー、嘘でしょ。ちょっとこれは怖い。後ろに投げて、とりあえず、OK、5位。ナイスー。というわけで、今日はここら辺にしたいと思います。ご来場いただきありがとうございました。